なるほどなるほど、この仕掛けは使えそうだね。あとはやはりここに広がるキラキラした光かな。それぞれ違った輝きがとても美しいね。ぜひ演出に使いたいよ。ほら君たち、もっとこっちにおいで。大丈夫、何も怖いことはしないよ。多分ね。よし、無事に着いたな。ん？あ、ルイ君、今日は先に来てたんだね。何してたの？どうせここでどんな演出ができるか、あれこれ妄想してたんじゃないの？いや、すっかりお見通しのようだね。あ、みんな、今日は4人揃って来てくれてたんだね。本当だね。今日はどうしたんだい？ルイとネネに聞いたんだ。カイトのおかげで再び演出に打ち込むことができたとな。そのお礼として僕たちのショーを見てもらおうと思ったんだよ。それは嬉しいな。ぜひ見せてほしいよ。ミクは一緒にやりたい。いい？いい？もちろんいいとも。みんなで盛大なショーにしようじゃないか。キラキラくんたちも、よければ楽しんでくれたまえ。では、行くぞ。そう、どうに笑えないコメディのワンシーンもままならない、冷めたチャウダーをただ混ぜ合わしたさ、もうそんな人生さ。書き違えたボタンのみなりをいつはいつまでに見ぬふりしようか。爽快公演のしようもないな。たまたま始まりに逃げ込んで、やかれとは無駄を放り込んで、キラキラが楽しそうに揺れてる。うんうん、楽しかったよね。楽しくって私もくしゃくしゃになっちゃいそう。またよくわからんことを。僕もとても楽しいよ。これまでたくさんのショーをやって、その楽しさを十二分に知っているつもりだったけれど、みんなとのショーがこんなにも楽しいなんてね。ところで、よく現れるこのキラキラした光だけれど、今度のショーで使えないかな？でも、それはただの光じゃなくて、思いの光だから。ああ、とてもいい色だね。やはり君たちも、
僕たちとショーをやらないかい？私もやりたい。ステージがもっとキラキラしちゃうね。また変なこと言い出して。ま、ルイらしいけどね。何？我がワンダーランズショータイムの演出家はこれくらい斬新奇抜でなくてはな。これからもよろしく頼むぞ、ルイ。ああ、こちらこそよろしく頼むよ、未来のスター。名残惜しいけれど、そろそろ僕たちは帰るよ。次もまた一緒にショーを楽しもう。では、また会おう。